コービー・ブライアント NBA オールスターゲームコービー・ブライアント最優秀選手賞は北米のプロバスケットボールリーグ NBA で毎年開催されるエキシビションゲームである NBA オールスターゲームでその年のゲームで最も活躍した選手に授与される賞。2020年コミッショナーアダム・シルバーにより同年に死去したコービー・ブライアントの功績を称え解消された。 試合後のメディア関係者による投票で決定される。ボブ・ペティットとコービー・ブライアントの4回受賞が最高である。オスカー・ロバートソン、マイケル・ジョーダン、シャキール・オニール、レブロン・ジェームズが3回、ボブ・クージー、ジュリアス・アービング、アイザヤ、トーマス、マジック・ジョンソン、カール・マローン、アレン・アイバーソン、ラッセル・ウェストブルク、ケビン・デュラントが2回受賞している。連続受賞を達成したのは、 ペティットとウェストブルックの二人のみである。2006年のジェームズが21歳1ヶ月での最年少受賞で、2014年のカイリー・アービングが21歳10ヶ月で2番目である。初代受賞者のエドマ・コーレイ・ボブ・ペティット、オスカー・ロバートソン・ヒダリ、デイビッド・トンプソン・ミニ、ジュリアス・アービング・マイケル・ジョーダン・シャキール・オニール・レブロン、ジェームズ・ラッセル・ウェストブルックは2年連続単独受賞を。 果たした唯一の選手、ありがとうございます。